最近、中国国産空母、福建の甲板に2つの亀裂が生じているのを、Google マップが写真で捉えたという情報がネット上で話題となっています。Google マップが撮影した福建の写真によると、福建空母は当時、上海の長江遠鎖港の埠頭に停泊しており、後部甲板に2つの亀裂が見られます。1つは不規則な L 字型で、もう1つは、甲板の後部にほぼ横断する形の長い直線状の亀裂です。中国公式メディアの報道によると、中国は現在、3隻の空母を持っているといいます。そのうち、遼寧は旧ソ連の配管を改造したもので、山東と福建は中国が国産したものです。また、山東は遼寧を模造したもので、この2隻の空母は外観が似ています。福建は前の2隻とは明らかに異なっているため、外観から判断すると、Google マップに写っているのは福建と確認できます。今年3月には、中国の国産空母が実戦能力を持っていないという情報がネット上で流れていました。このうち、山東は国産の特殊鋼が不合格で断裂が生じ、修理が繰り返され、収益後に何度も行方不明になっていました。福建も特殊鋼の不具合があり、電磁カタパルトの電力供給が確保できないため、なかなか収益できない状態になっています。上記の Google マップの写真も、福建の特殊鋼の不具合問題を裏付けたと思われます。アメリカメディアは、福建はエレベーターの数が少なすぎて、航空機の運用効率が不十分などの致命的な設計上の欠陥があり、アメリカの空母とは比較にならないと報じました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Gan Jingwell.